アゼルバイジャンの行政区画アゼルバイジャンの行政区画アゼルバイジャンの10の地方アゼルバイジャンの行政区画は59の県、県と同レベルの11市、及び1つの自治共和国で構成される。地方区分としては南西地方、極北西地方、中北地方、ナヒチェバン地方、極南地方、近北西地方、中央地方、アブシェロン半島地方に分けられる。 アルメニア支配下にある、アルツァフ共和国の独立以降、ナゴルノカラバフ戦争を経て、アグダム県、キャルバジャル県、グバドル県、ゴランボイ県、ザンギラン県、シュシャ県、シュシャ市、ジャブライル県、フィズリ県、タルタル県、ハン県リン、ホジャル県、ホジャベンド県、ラチン県がアルツァフの実効支配下にあり、アゼルバイジャンの統治が及ばなかった。しかし2020年、 ナゴルノカラバフ紛争の結果、アルツァフは、首都、ステパナケルトを中心とした旧ナゴルノカラバフ自治、修了北部とラチンカイロー以外で、実効支配していた、大部分の領土を失い、アゼルバイジャンへ返還することとなった。ありがとうございます。